どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、2018年に私自身ね SFC 修行をして、2019年今12月ですけども、本当にね先週ぐらいにね、届いたんです。こちらザン、まああのアテナ外しちゃったんで何これって感じだと思うんですけども、まあこちらね、2019年今プラチナステータスなんですよね。私はあの去年 SFC 修行して、まあプラチナ会員になって、まあ今あプラチナ会員でいるわけなんですけども、 ANA の、そちらで、まあ今回ね、まあこちらカレンダー等々だと思うんですけども、まあ特典がね送られてきました。今日はねこちらね開封していきたいなと思います。でねまず、SFC 修行すると、まあプラチナ会員になって達成すると、まあ本当に 1,2 週間ぐらいで、まあこちらの封筒、まあこんな感じでね ANA スーパーフライヤーズカードって書いてあります。まあこちらが到着します。でこちらが到着すると、まあ中にねこういう ANA スーパーフライヤーズタグっていうのがね来ますよね。来ます。でそれからまあしばらくするとこんな感じでステータスカードが到着しますよね。うん。これは多分ね、下脱してから結構かかると思いますね。これ到着するまで。で、それと一緒に、2019年。こちらも一緒に到着します。まあ、先ほどはね、2018年、去年の分で、まあ、こてれが今年分っていう感じですよね。まあ、私はそうだったんですけど、あ、そうそうそう。で、あとね、こちらのサッシもね、タグと一緒に送られてきます。まあこれは何かというと、まあほとんどの方がね、あの、特典知ってると思いますけど、まあこちらにね、あの、プラチナステータスの特典、および、そうですね、基本的にまあこちらプラチナステータスのね、特典が書いてあります。っていうこちらね、冊子も送られてきます。で、私もそうなんですけども、まあ家族会員の方でね、まあご夫婦の方で、まあ私みたいに、一人の人がね、SFC 修行して、まあ、家族の奥さんとかをね、家族会員で入会した場合は、こういう感じでね、奥さん用のスーパーフライヤーズカード。まあ、家族会員の方はもう初っ端からプラチナステータスではなくて、スーパーフライヤーズ会員になりますんで、こういうカードがね、来ます。このステータスカードたちなんですけども、まあ、こちらはね、基本的に、ANA の便で利用する際はね、このステータスカードってのはいらないんですよね。まあ、あの、アプリとかね、見せれば基本的に、まあ、入れますし、まあ、搭乗券とかにもね、ステータス、記載されてますんで、まあ、特に必要ないと思うんですけども、まあ、一番ね、持っといていただきたいのは、まあ、スターアライアンス、まあ、ANA のエコノミークラスとかをね、まあ、利用した際に、スターアライアンスゴールドで、まあ、どっかね、他の航空会社のラウンジ入るような時は、スーパーフライヤーズカード。まあ、こちらプラチナステータスのステータスカードですけども、まあ、こちらね、持ち歩くようにしといてくださいね。まあ、一応アプリの画面でもね、この、プラチナステータスの、ね、画面っていうのは出せるんですけども、持っといた方が楽ですね。私の動画でも、クアラルンプールとかでね、タイのロイヤルシルクラウンジとか、どこだっけ、シンガポール航空のシルバークリスラウンジ、まあ、クアラルンプールね、まあ、動画上げておりますけども、まあ、ああいう時もね、すべてこのステータスカードを提示して、まあ、入ってるわけなんですよね。提示した方がね、はるかに早いです。基本的にエコノミークラスで、まあ、ラウンジって基本的に使えないですよね。それを使えるようにさせるのがこのカードなんで、ぜひね、SFC 修行されて下脱された方はね、持ち歩くようにしてください。で、これがね、結構すぐ届いて、まあ、すぐって言っても全部届くまで、まあ、2、3ヶ月ぐらいかかると思うんですけども、タグとかね、クレジットカード自体は本当に1ヶ月以内に届きます。結構早いです。ですけども、このステータスカードはね、しばらくかかるかなっていうのが、私の個人的見解かなっていう感じですね。で、次に、今ね、ちょうど12月で、本当に先々週ぐらいにね、まあこちらが届いたわけなんですよね。まあこちらはまあカレンダー等々だと思うんですけども、まあこちらね、せっかくなんで、やっと本題っていう感じですけども、こちらね、開けていきたいと思います。おそらくカレンダー等々だと思うんですよね。
で、こちらの紙、こういう感じでプラチナステータス特典みたいな感じで書いてありますね。あ、これもう全部書いてありますね。 ANA のオリジナル卓上フライトカレンダー、デスクダイアリーで、スーパーフライズ会員特典の方はオリジナルカレンダー、限定手帳、限定手帳レフィル。レフィルって何ですかね、中身だよな。で、こちらダイアリー、こんな感じ、結構立派な2020年って書いてありますね。うん、あ、こういう感じの、こういう感じの、こういう感じの、見えますかね、かなりしっかりした日記帳、日記予定スケジュール帳ですかね。でもこうかなり大きいですよね、これ。クレジットカードと並べてみます。こんな感じ、かなりでかいですよね。まあこちらは送られてきます。でかなりね、重さもありますね。うん、まあ ANA のものなんで、かなりなんですか、ちゃんと作られてる感がすごいですね。うん、でもこの予定帳を果たして持ち歩くかっていうところはありますよね。かなりカバンが重くなりそうな感じがします。で、それと一緒に、さっきちっちゃいの書いてます。あ、これがレフィルってやつかな。これレフィル、こういうやつですね。これも中はスケジュールに、あのスケジュール帳みたいな感じ、こんな感じで見えます。こんな感じですね。うんうん、でもこれ私外側を持ってないんでね、うん、残念ながらこの子の出番はなさそうですね。で、次に卓上カレンダーですかね。あ、こういう感じですね。卓上カレンダー、これは素敵ですね。うん、うん、こんな感じでフライングホヌが乗ってたりします。これは可愛いですね。ぜひ利用させていただきたい感じですね。で、あと大きいカレンダーかなですね。わ、すごい、かなり大きいですね。かなり大きい、こんな感じのカレンダーがきます。いや、大きいですね。これも写真なんであれかもしれないですね。中身はこんな感じですっていう感じで楽しんでいただく方がいいかもしれないですね。著作権があるかもしれないですね。っていうのが、まあ、送られてきますっていう感じですね。いや、結構たくさん送られてくるんですね。もうちょっと量少ないのかと思ってましたし、こんなに大きいとも思ってなかったですね。でもこのカレンダーとても綺麗なんで、ぜひ、飾りたいと思います。で、私 ANA の株主もやってますんで、株主のね、特典も届きました。まあ中身は、あ、こっちもあれですね。卓上カレンダーですね。こんな感じ。届きました。で、あとね、2019年第2四半期の報告書もね、届いたりしてきます。こんなもんですかね。うん。まあ、今回の動画ではね、まあ、こんな感じで、ANA のね、プラチナステータスになるとこんな感じでね、送られてきますっていうのをね、紹介させていただきましたけども、まあ、こちらね、私は今2019年プラチナステータスになって、私は、ダイヤモンド仕様ね、今しておりますよね。で、このまま、ダイヤモンド仕様ね、完了しないと、まあ、来年もプラチナステータスで多分同じものがね、送られてくると思うんですけども、今のところ、今の予定ではですね、あと2回だったかな、うん、フライト残してますんで、まあそちらをね、完了すると、ダイヤモンド仕様、まあダイヤモンド確定ということで、無事ね、ダイヤモンド確定できればまたちょっと中身変わってくるんじゃないかなと思いますので、まあそちらもね、ぜひね、まあちょっとだいぶ先ですよね。今12月なんで、多分来年の12月ぐらいになると思うんですけども、またね、そちらもね、シェアできたらなと思っております。まあこういう特典もまあでも面白いですし嬉しいですよね。まあこちらに書いてある通りね、プラチナステータスの方はこれと、これなんですね、特典は。この2つがプラチナステータス。スーパーフライヤーズ会員の方は、これがね、スーパーフライヤーズ会員の方の特典っていう感じですかね。うん。まあ、個人的にはこの、デスクダイアリーっていうのは、まあ、すごいしっかりしててね。まあ、かっこいいはかっこいいんですけどもね。かなり重量ありますからね。うん。ちょっとかさばりますよね。ですので、
このプラチナステータスの特典もぜひね、このカレンダーもちょっとぜひ選択肢に入れていただきたいですよね。うん。この大きいカレンダーね、せっかくだったら欲しいですよね。卓上カレンダーは、まあ、こんな、このぐらいのサイズなんで、もうちょっと、なんですか、迫力のある大きいやつがね、あるとちょっと嬉しかったりしますよね。うん。っていう感じですかね。私はね、来年、今ダイヤモンド修行しちゃってますんで、来年はまあダイヤモンド会になっちゃ、なりますので、また特典が変わると思うんですけども、本来はまあ SFC 修行して、まあ翌年度ステータス修行しなかったらね、普通次の年は、スーパーフライズ会員になりますので、まあそうなるとまた次はこの大きいカレンダーと、手帳型の中身、もしくは外側をチョイスみたいな感じになるんですね。うん。まあこれからね、SFC 修行される方は、ぜひね、まあこういう特典もね、もらえますということで、しかもこれはスーパーフライズ会員でいる限りね、もらえますんで、ちょっと面白いですよね。まあ特にこのカレンダーとかね、嬉しいですね。大きいですし、綺麗だし、飛行機乗ってますしね。まあそんな感じですかね。今回の動画ではね、SFC 修行して、まあ私自身がね、プラチナステータスとなりまして、まあ最後の特典と思われるものをね、今回送られてきたので紹介させていただきました。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただくととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。